あなたが月50万を達成して望む人生を手に入れるためのたった一つのポイント。こんにちは、栗原です。今日はですね、あなたがですね、本業の他にもう一本の収入の柱、月10万、30万、50万の収入の柱を得て安定した生活を得るためのたった一つのポイントということでお話します。この話を聞いてですね、いいなと思った方はチャンネル登録、ベルマークのチェック、いいねのクリックをお願いしますね。で、私のことを知らない方のために説明しますと、私はですね、この日本のメイドインジャパンのいいものを海外に届けることで月々100万以上の安定した収入を得ております。現在はその経験を生かして本業の他にもう一本の収入の柱を得て安心した生活を送りたい方に、まずは月々10万、30万、50万の収入を得るためのビジネススクールを経営しております。先生、私の生徒さんの中にもですね、4ヶ月で50万円を達成した方とか、1ヶ月で月28万円を達成した方、またですね、パソコンとかですね、スマホのスキルが全くなくて語学も全然ダメで67歳の女性でもですね、月12万円の収入を得て生き生きとした人生を送った方もいます。ここでですね、私の生徒さんの中の月50万をですね、達成している方いるんですけれど、その方とですね、いつまで経っても達成できてない方の比較をしました。スキルとかもですね、ほとんど変わりがなくてですね、ただある一つのポイントだけやったっていうことが分かったんですね。なのでこの一つのポイントを押さえれば、あなたもこの方と同じようにですね、月々ですね、50万の収入を得られるなと思ってですね、シェアしました。で、この一つのポイントは何かというと、先生やメンターの言うことは全部やるということです。メンターの言ったことは全部やるということですね。例えば収入を得たいとか、語学を学びたいとかですね、いろいろなことを、こういうことをやりたいなと思って、いろいろな先生に習って教わると思うんです。で、その先生に習って教わった時に、例えば1から10を教わった時にですね、1から10全部やった人はですね、その先生と同じように収入も得ることもできます。ただですね、この1から10を教わっていて3やるとかですね、話は聞いてやる気になったなと思う方はですね、全然お金稼げないんですね。まあ、これなんでかって言いますとですね、この先生が1から10教わったっていうことは、この先生というのはですね、それをできるまでに100とかも200とか300とかもっといろんなことをやって、でその中でですね、この10は大切だってですね、厳選したものを送ったんですね。10を教わったものの中でですね、10の人で1個も2個もですね、外せないものをですね、あなたは教えてる。なのでですね、その10教わったものをそのまま受け取らないで2とか3とかで受け取ってしまうとですね、まあ、中途半端になって、結局ですね、その先生が達成したメソッドというのをですね、吸収できないということですね。確かに先生からですね、聞いた中で、なんでこんなことやるのかな、こんなことやっても意味ないかなっていうものはあります。私自身もですね、インターネット売買のメンターとかビジネスのメンターとかに教わった時にですね、こんなもんやって意味あるのかなっていうのはありました。ただあなたが成功した人とステージに立ってないのでですね、そこでいいか悪いかっていうのは判断できないんです。なのでですね、あなたもその先生から教わったもの、受け取ったものをそのまま受け取ってですね、そのまま実行していくとですね、その先生と同じような結果が得ることができますので、試してみてください。で、この話がいいなと思った方はですね、チャンネル登録、いいねのチェック、ウェルマークのチェック、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。